皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日は南国パイン風味ですね、こちらのねデビューをやっていきたいと思います。酸味の部分っていうのは本当ビーレジェンドが強みとしている部分なんで、例えばベリーであったり上越のパッションフルーツ風味であったりみかん風味、そういったね酸味系のプロテインもねバリエーション多くビーレジェンドは展開してます。その中でもね非常に人気の南国パイン風味ですね、早速ね飲んでレビューしていきたいと思います。いきなりねこの1キロパック買うのがね不安だなっていう方もね中にはおられるかと思います。そういった方はねお試しパックというね展開がビーレジェンドにはあります。こちらでね1食分 29g ですね、タンパク質がねこれ1袋で 20g 取れるものがね中に入ってますんで、一度ねこちらお試しいただいて味がね気に入るかいらないか判断いただいてから、こちらのね1キロパックのね購入に検討材料としてね使っていただければと思います。こちらね1袋198円で販売しております。この他にもねお試しパック13種詰め合わせセットなんかもね販売してるんで、ぜひご検討ください。でこちらのね1キロパックのねプロテインを購入すると、こちらのね赤い袋に入ったねスプーンが付属してまいります。こちらで計量するとねすり切るとだいたいね 30g になるように設定されております。それをね入れていただくとタンパク質がだいたい 20g 取れるようになっておりますんで、こちら黒スプーン使ってあげてください。お水の方はシェーカーにね150ml から、ね、300ml 入れて飲んであげてください。自分はね 200ml ぐらいがいつもちょうどいいなと思ってますんで、いつも 200ml の水を張って飲んでます。一回飲んでみてね味がね濃いと感じる場合は水の量を増やしてあげてください。薄いなと思った時はね水の量を減らしてあげるとね味をね濃くすることができます。味の好みに合わせて水の量を調整して飲んであげればいいと思います。ぜひお試しください。本日はこちらのねお試しパックを使って飲んでいきたいと思います。お試しパックの方にはね切り取り線がねついてるんで、外出先なんかでもハサミ使わずにもう飲めるようになってます。こういった形でね切ってあげてください。袋を切っただけでねパイナップルの甘酸っぱいいい香りがしてますね。パウダーの色は白いパウダーとなっておりますね。本当パイナップルのいい香りがしております。それではこちらにね入れていきたいと思います。でこちらのねシェーカーですね、一回逆に回してあげてカチッといってからしっかり締めてあげてください。泡立ちもねもうダマもほとんどありません。綺麗に溶けてますね。あれですね、やっぱり水に溶かすとねよりパイナップルのね甘酸っぱい香りが際立ちます。非常に美味しそうです。いただきます。うまい！やっぱり美味しいですね。パイナップル風味のプロテインってどんな味なんだってこうイメージされてる方もね多いかと思うんですけど、完熟パイナップルのジュースを牛乳で割って飲んでるような感じでイメージしてもらえば近いんじゃないかなと思います。パイナップル単品で食べたりすると結構の酸っぱかったりねするイメージがあると思うんですけど、決してねそういうわけではなくてね、こう甘みもねしっかり感じることができるパインオレみたいなね商品になっていると思います。こちらね南国パイン風味の味をね星5段階でね評価つけていきたいと思います。甘みに関しては星2つとなります。まあ、やっぱりパイナップルということもあって程よい酸味と甘みを感じることができました。まあ、そこまで甘すぎないっていう部分もありますんで星2つです。酸味に関しては星3つです。パイナップルのね一番の特徴である酸味の部分がねうまく表現できてましたんで星3つとなります。スッキリに関しましては星4つです。飲み終わった後にね感じるさっぱり感スッキリ感っていうのを非常にね感じれましたんで星4つとなります。クリーミーは星1つです。飲んだ時にねパインオレっていうようなねイメージを持ったんで、そこまでね濃い感っていうのをね感じることがなかったんで星1つとなります。甘みが星2つ、酸味が星3つ、スッキリが星4つ、クリーミーが星1つとなります。商品のね選ぶ際の参考にしていただければと思います。南国パイン栄養成分表示になりますけれども、1食 29g あたりエネルギーが111.7kcal、 タンパク質が 20.5g、 脂質が 1.4g、 炭水化物が 4.4g、 食塩相当量が 0.5g、 ビタミン C が 35.4mg、 ビタミン B6 が
1.0mg となります。動画のね概要欄の方に商品ページに飛ぶね URL を貼り付けておきますんでね、ぜひそちらから飛んでね購入していただければと思います。ビールジェンド販売の初期の頃からねあるフレーバーになるんですけど、本当にね人気の高いフレーバーで、未だにねこのフレーバーしかね飲めないっていうお客様もねおられるぐらい根強いファンを持っているフレーバーとなります。ビールジェンドのね強みとなっているね酸味系フレーバーのね代表格の一つとなってますんでね、まだね試したことがないというお客様はぜひ一度ね試していただければお気に入りいただけるんじゃないでしょうか。ぜひね動画概要欄の方から飛んで購入してみてください。それではまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。